茶豆がだいぶね大きくなりましたので、少し取って食べたいと思います。取れたてをですね、もじですぐに茹でられる準備ですね。まだちょっと早いせいか実の入ってないのもたまにはありますね。枝豆よりも木自体も大きくなりますので、取れる量豆の数も多いのではないかと思います。こんなもので大体1本終わりかな。このくらいですね。はい、1本の木でね、まあある程度の量は取れますね。もう少し置いた方が実もよく入って、全体の量も増えるかと思うんですけども、まあこれはこれなりに美味しく食べられると思います。